今のがコンドルの好物か。匂い残ってないかな。
どう？協力してこう。私に任せて。あっち父は頼んでいい？下がっている。沈め。それ。こっ続けていくぞ。さあ次はそっち。チャンスは逃さない。行く。わっ。どう？行くよ。やっ。このまま行くよ。見せてやる。リパ。せーの。よし、任せて。ここだ。当たれ。どうしようか。おお、戻ったか。あちらの高台に餌を置いてあげてください。おお、これは立派な肉だ。コンドルもたまらず降りてくるかもしれん。やっぱり好きだな。見上げれば空って。首を痛めないように気をつけろ。でも届かないものに手を伸ばすのってちょっと怖いね。エアリスはこんな気持ちなのかな。そうかもな。見てあそこ。近くまで来るなんて。いかん、写真じゃ。急げ。はい。おお、シャッターチャンス。ほうで、はよせ。撮ります。それ、いい写真撮れましたか。私、びっくりして緊張しちゃって。でもこれ、とてもいい写真だと思います。おお、我ながら子供のような顔をしとるわ。たまにこんな奇跡が起こるから、コンドルの観察はやめられんのかもしれんな。さあ、今日の記録をまとめたら、早速次の観察会の準備をせねば。はい。次こそはうまく撮れるよう写真の練習もな。はい。あの、よかったらこれ記念にどうぞ。クラウド顔。肝心な時に私ってば。このやる気満々な感じ、オイラ嫌いじゃないよ。キリエは中か。行くぞ。よく来たな。俺が何でも屋のキリエ。報酬は。ってなんだ、お客さんじゃなくてうちの社員じゃん。こんなところまで出張ご苦労様です。
社員になった覚えはない。気合い気合い、せーの、よいしょっと、くっどう、いや、攻撃、助かった、こんなモンスター
こりゃお客さんなんて来ないか。最初から分かりそうな気もするけど。仕方ない、ここでの営業は諦めるとしよう。じゃあ私もう行くから、後片付けよろしくね、社員くん。おい、一緒に来る？ほら、おいで。じゃね。オイラ、あの人ちょっと苦手かも。同感だ。皆さん、変な放送が聞こえて外を見たら、いやでも心配無用でしたね。さあ、それで何でも屋さんはどう？出て行った。そうですか。じゃあここは片付けなくちゃ。それよりロードナーさんから聞きましたよ、皆さんも何でも屋をやってるって。いや、最初から言ってくれればいいのに、水臭いな。何かあったらまた力を貸してくださいね。アバランチに何でも屋ですか。いや、僕たちももっと頑張らないとですね。ロードナーさんはどうするつもりなんだ。グレン大佐の演説以来この調子でね。見張りもまともにできやしないよ。潮風はクリスナーか。深刻みたい。ここジュノンの下だから真っ先に狙われちゃうと思う。いや、この村にそれほど価値があるとは思えない。確かに早い段階で占拠されるだろう。だが無駄な抵抗をしなければひどいことにはならないはずだ。なんだか腹が立ってきちゃった。それより私たちが会ったのいつぶり？だから楽しいことしようよ。もちろん。でも何する？あ、君だ。これよりお目にかけますのは世にもキュートなイルカのショー。
盛り上がろう。イエーイ、イエーイ。頑張ってね、お兄さん。ゲコゲコ、おじさんたち、誰？Yeah.
いつでも寄ってってよ。クラウド、楽しそうだったね。ティファもな。ちょっと癖になりそうかも。それは勘弁してくれ。ゲコゲコ。な、おい、ゲコ。ゲコゲコゲコ。ゲコゲコ。隊長ですよね。第七歩兵連隊。お久しぶりです、隊長。応援に来てくださったんですか。ああ、まあな。状況は。はっ。凶暴なモンスターをこの先のエリアへ追い詰めたところです。ですが、相手が思いのほか手強く、援軍の到着を待っていたのですが、まさか隊長が来てくださるとは。今はおとなしくしていますが、いつまた暴れ出すか分かりません。早速討伐へ向かいましょう。お手伝いする？こちらです、隊長。お前たちは下がっていろ。はっ。
ちつけ。オイラの番よ。へい。まずまだまだ。死ねえ。へい。うぐっ。よし。俺の見せ場だ。こっちだ。撃った。来い。やっとだ。そこだ。まだまだ。俺が引っ張らねえ。オラオラオラ。おっしゃ。ぜえ後悔しこの野郎クロドよーし行くぞ追い詰めたああ仕上げだああひねれ
の見せ場だ。逃げ出したっていい。そっちか。まだまだ。はあ。気合い入れてけ。よし、こっちだ。ネズリとってやるよ。見くびんな。ぶっ放せよ。まだまだ。そこだ。Thank you.
障害を取り除く。に成功したようだな。協力感謝する。は何か聞きたいようだな。いいだろう、質問してみろ。一時はどうなることかと思ったが、貴様らのおかげで事態を収拾することもできた。改めて礼を言う。それにしても私の部下が魔法の目を持っていたとはな。連れもなかなか面白いメンツのようだ。大事件の容疑者たち、ウータイの忍び、逃げ出した実験動物と古代種、
我々はこれから社に祈祷する。戦果など全て我が隊の功績として報告するが、異論はなかろうが。見逃してくれるの？気が変わらぬうちに立ち去るがいい。さもないとまとめてドラゴンの背にくくりつけるぞ。お互い生きていればいずれまた会うこともあるだろう。その時には覚悟しろ。我らの隊長に感謝と敬意を込めて敬礼。巻き込んで悪かったな。兄貴、シーサイドジョニーで待つジョニーが素早く楽しくご案内。さあ、どちらへ向かわれますか？着きました。またのご利用を。お前、おかげさまで借金がチャラに。ここはババーンとし、人手が足りないのか？あー、いや兄貴、事態はもっとこう複雑なんです。あー、ジョニー、君はなんで俺なんだ？おお、ジョニー、俺が君。もしかして私のせい？私が分身の術をかけたせい？何人か消えずに残っちゃったみたいで。てか増えてる？あたしってば才能ありすぎ。ありすぎて術が強すぎたみたい。あ、でもでも、おかげで人手は足りてるんでしょ？みんなリフォームの材料を探しに行ったっきり全部増えたところで、俺は俺って。風情のある宿だな。歴史を感じさせる。この辺は曰く付きの土地らしいよ。ヘイ、マテリア一丁。コスタとコーヒーとコスタでタコス。店長ではなく大将と呼んでください。また寄ってください。いいマテリア入ってますよ。